土地の海、明良吉美3月13日隊は、青森県南津軽郡、三田寺村出身で、春日野部屋所属の元、大相撲力士、第49代横綱。身長177センチメートル、体重110キログラム。得意技は、左四つ、より、上手出し投げ、両前ふんどし、足癖。本名は、花田茂広。 花田という名字で、同じ青森津軽地方出身であるが、初代、若の花、高の花との血縁はない。年寄り、春日の時代、生を、都とするが、定年退職後は再び花田に戻した。2020年現在存命中の歴代横綱の中では最も古い大活祭年長の横綱である。林檎園の男子として生まれた花田は6歳の頃に、父親を失い、 そのため父の記憶は姿形を除いてほとんど残っていないという。中学時代にはカートも死別したが、兄弟が多かったことで面倒を見てもらうことができ、高校にも進学できた。1955年8月、千代の山、土地式一行が青森県大輪に町を訪れた際、すでにカスガの部屋に入門していた中学時代の同級生。 須藤良一に出会い力士への憧れが募った。直ちに若者と津軽海と土地式を通して春日野部屋を紹介してもらい、弘前商業高校を3年生の夏で中退して春日ガの部屋に入門。同年9月場所、本名の花田で初土俵を踏んだ。ちなみに高校時代は2年生まで野球部で4番を打ち、3年生から相撲部に転部したといい。 本人曰く活躍していたというレベルではなかったとのこと。1961年5月場所で初金星を挙げ2回目の技能賞を受賞した土地の海。新弟子検査時点では身長1 7 6トル体重7 2 3ラムしかなく、しかも体重に関しては担当の親方から、もうちょっとだけ足りないから、お前、 もう一回蜜飲んで来い再計量を命じられて、これに応じた上で、やっと通過した。このようにあまりに体が小さいことからそもそも家族に入門を猛反対されていたといい、そのため自後承諾を当てにして、須藤に帯同する形で、家族や高校に無断で入門を格作した。地元の関係者は突然登校しなくなった花田を心配したが、 花田がマイスモーで一番出世を果たしたのを知って驚き、その後心よく各界へ送り出されたという。なお入門の背景には昭和30年代の就職難があり、後年本人は私が通っている高校は商業高校で進む学校でもなかったし、高校を卒業して就職しても今みたいに大きな会社も少なかったものですから、卒業生のほとんどは 個人のちっちゃなお店に就職して、帳面をつけるとかがせいぜいでした利騎士にでもなって、東京へ行けば、騎士がダメでも、またなんか仕事があるだろう。って、当時はその程度の考えですよと実会していた。当初から相撲に自信はなかった一方で、俺でも、少しいくらいは通用するんじゃないかなという気持ちで各界入りしたものの、いざ稽古を行うと、実力差を思い知らされて気落ちしたという。 当時は洗濯は手洗いであり、巡業に行ったら寝る間もなく昼間経ったまま寝る力士が出るほど力士生活は過酷であったという。それでも1958年1月場所で負け越した以外は関取昇進まで勝ち越しを続け、1959年1月場所に新十両に昇進。土地二式がまだ現役であった頃、雪や北風が吹いても、 露天工業の土俵でおこたらず稽古をする土地認識を見て責任感の強さを感じ、本人曰くこれが自身にとって良い教育になったという。序の口の頃は50人から60人いる、同部屋の力士に稽古土俵を取られまいと、朝4時半に起きて稽古土俵に立ったという。あまり早起きしすぎても声を出して思考を踏んでいると近所迷惑になるため、 それには困ったと後年苦笑しつつ10回していた。1960年3月場所で新入幕を果たすが、まだこの当時は身長177。しかし、重量に陥落した7月場所は14勝1敗の好成績で重量優勝を果たし、9月場所に、四個名を、土地の海と改めて再度入幕すると、10勝5敗の好成績を上げた。 1961年5月場所は2日目に横綱、朝潮から金星を挙げるなど10勝5敗と2桁勝利、新三役に昇進した7月場所では11勝4敗と、先場所に続いて2桁勝利を挙げた。翌、9月場所に関脇に昇進して8勝7敗と、勝ち越してからは、関脇の座を譲らなかった。1962年5月場所では横綱、 柏戸に敗れたのみの14勝1敗で、初の幕内最高優勝を果たした。この場所は、新大関として、沙多の山がいたが、新大関がいた場所で、関脇結果の優勝が見られた事例は、戦後の15日成果では、史上2例目、13勝2敗の兄弟子、土地光と一緒に、場所後、大関に昇進した。同じ部屋から二人同時に大関に昇進するのはこの、 組み合わせを最後に50年出ていない。同部屋であるためか、昇進伝達式は二人一緒に行われた。1963年11月場所では、大砲と柏戸ワドを撫で切りにして14勝1敗で二度目の優勝を成し遂げた。この場所14日目の大砲戦では、低く当たって左差し、右から絞って、諸差しを果たすと、両、差し手を返して、大きくなり、 がぶって一気に寄り立てた。両上手を取れない大砲は剣が峰で右小手投げを打つと、土地の海が右はず、左を返して体ごとぶつけるようにして寄り切った。翌1964年1月場所は13勝2敗の好成績を挙げて当時、横綱先人争いと言われた、佐多の山やと山に先行して、場所後横綱に昇進。 しかしこの一月場所は大砲が十五戦全勝で優勝しており、時点も東前頭十三枚目の記憶にの十四勝1敗であり、昇進直前場所が優勝同点でも時点でもない成績での横綱昇進には疑問の声もあった。理事会や横綱審議委員会でも、小兵が横綱を務めることは困難であるという意見が多く出たものの、師匠でもある春日野が土地の海を強く推薦したため、 昇進に至った。推挙を受けた後、そのカスガノからは、もう、あとは、引退だけだよ。ダメなら、すぐやめなきゃいけないんだよ、と言い渡され、土地の海は引導を渡されたように感じたという。昇進時の工場は、謹んでお受けいたしますのみであった。横綱に場所目の1964年5月場所では、千秋楽に、大砲との対戦を制して13勝2敗で3度目の、 優勝を果たした。しかしその後は、追間板ヘルニアを発症して、座骨神経痛となり、一い不調に陥り、3場所連続で発症7敗に終わり、8-7横綱と、揶揄されるなど苦渋を味わった。その後は回復し10勝5敗の成績を上げ、復活するが、今度は、右上腕の筋肉を断裂というアクシデントにも、見舞われた。これは、幹部が見た目でもわかり、 押せば、肌が直接骨に当たるほどの重傷で、力士としての致命傷になってしまった。前場所ごとに金星を健常するなど厳しい土俵が続き、結局本格的な再起は果たせず1966年11月場所を最後に引退。本人は昇進当初、私はあまり大きくない。だから、せめて30歳までは現役を務めたいと目標を立てていたが、 引退時の年齢は28歳8ヶ月で、当時の横綱最年少引退記録を作る結果となってしまった。全球上昇を除きすべての場所で金星を配給するという歴代横綱で唯一の不名誉な記録も作ってしまった。このように横綱としては満足な成績を残せなかった。反面、大宝にとってはかなりの難敵で、幕内での対戦成績は、 大砲16勝に対して土地の海7勝と検討、自身が横綱在位中に3場所連続8勝7敗の不名誉な成績だった間にも大砲を撃破したことがある。また、幕下から十両にかけて土地の海は大砲にとってどうしても勝てない強敵で、幕下時代に初めて対戦してから大砲が新十両の場所まで4連勝していた。 横綱土俵入りはキビキビとしていて、相撲ぶりがよく現れており、評価は高かった。引退後、大宝や柏戸、豊山らかつてのライバルたちが、部屋持ち親方となる中で、年寄り、中立としてカスガノベヤの部屋付き親方であり続けた。協会の職務としては主に審判部と巡業部を担当し、自身が幕内時代に一日50番の申し合いをこなしていた。 こともあって常々より、稽古しない力士には、勝って欲しくないと発言するなど、稽古態度により、力士の好き嫌いが、はっきりと分かれる性分であった。土地に式定年後の後継も内定していたが、土地に式の定年目前の旧姓で1990年、春日ガの部屋を急遽継承。この時、土地に式古外の筆頭弟子である13代玉乃井との間に確執が生じたとも言われる。 官暦を無事迎えたが、現役時代の負傷による、後遺症により、官暦土俵入りは行わず、赤い綱だけを受け取った。横綱昇進後に発生した傷病に苦しみ、不成績場所が多かったことで評価を落としてしまったが、こと技能に関しては、土地認識以上、と再評価を望む声は、現在も多い。また、引退後の審判委員としての説明も明快であった。 相撲解説もまた一級品で、受け答えを一度も外すことがなかった。2017年4月27日に、出羽の海一門でしのぎを削った第50代横綱、佐田の山が79歳で死去したことから、2020年現在において、生存している横綱経験者の中では、最年長者で最古んでもあり、戦前、戦中生まれでの横綱経験者の存命は、 土地の海と北の富士の二人だけである。死去した歴代横綱経験者を含めても二番目の長寿であり、年6場所制に移行した後で入幕を果たした横綱経験者としては最高齢である。2018年5月場所後に土地の新が大関昇進を決めた際には、東大の春日野のお願いにより、春日野部屋へと出向き、1962年夏場所後の 自身と土地光の同部屋同時昇進以来56年ぶりとなるか菅野部屋での大関昇進伝達式を見守った。その際には横綱昇進への期待を示し、実現した赤月には自身が横綱在位中に使用していた三つ揃いの化粧回し等の上等を認める意思を示した。前さばきがうまく、 両前ふんどしをとって、拝むように寄り進む方や左差し右をつけの方の、鋭さ、変化や、出し投げや切り返しなどの技の切れ味、いずれも、超一級品の技能だった。自ら、入るときは小さく、入ったら大きくと解説するような、もろ差しになる時の鮮やかさもまた素晴らしかった。激しい回し争いを物語るように、両手の指先は、タコでカチカチになっていたという。 しかし、新弟子の頃は、カスガノから一切回しを取らずに、ひたすら押す稽古を仕込まれ、カスガノからは、お前は、体が小さいんだから、相手に、回しがあると思って相撲を取ってはダメだよ。左刺しても深く刺してはいけない。相手に上手を取られたら、小さいんだから勝てないよと指導された。稽古前の準備運動も、入念にやらされ、四股と鉄砲の量が、ものすごく、 とりわけしこは立てなくなるぐらいやらされたという。稽古は厳しかったが土地の海は、春スガに対して感謝しかない。土地に木関の時代は、師匠もまだ若かったですし、もっと厳しい指導をされていたんじゃないかなと思いますよと、話した。関取に昇進してからしばらくは、右腕を深く取りに行ったところを、柄きの脇に刺されて、腕を返され、体が浮くことがあったため、 脇を締めて前蜜を取りに行って、出し投げで崩したり親指を相手の脇の下に突っ込んで持ち上げる、左はずを徹底したりした。土地二式が師匠となってからは、土地二式は仙台師匠の土地木山から土地の海を強くするコツを教わっていたそうで、それをベースにして土地二式は土地の海を指導していた。国技館編に展示されている土地の海の手形、ありがとうございます。